喋る前に、すいません、よろしくお願いします。喋る前に切れちゃったよ。我々がなんで今日この2人で、登壇してるかというと、まあ、今ちょっと紹介にもありましたけども、5年前ですね、 TEDx2014、で、それぞれ別の登壇者として、別々に登壇してました。で、上松さんはロケットの話で、私はまあ北極の話をしてるんですけども、あれは控え室、控え室だろうね、ですね、うん、ちょうど私こういうね、北極を歩くためのソリを作りたいなっていうふうに、自分で作りたいなって思いがあったんです。でそれ以前は、まあ、いわゆる既製品、まあ、既製品っていっても日本には売ってないんですけど、海外のノルウェーとか行くと、まあ、こういうのあるんですよね。そういうのを購入して使ってたんですけど、そうじゃなく自分で作りたいなと思いがあって、でなんかね、上松さんと雑談してる間に、うん、私のソリって作れないですかねみたいな話を振ったら、なんか面白いねっていう感じで、うん、いや僕もね、ちっちゃい頃にですね、アブンセンさんとスコット様の伝記を読んでましたから、うん、南極探検と関わりたいっていう気持ちもあったので、なんかね、作れたらいいなって思ったんです。そうですね、本当にその雑談が、きっかけになって、実際じゃあソリ作りましょうって話に、なりました。で、その結果、まあ、去年の1月に私が南極点まで、この写真なんですけども、まあ、無補給単独と一人で南極点まで行った時の、まあ、写ってるソリを、まあ、これが1号機かな、1号機ですね。ね、で今年の春、若者たちと、まあ、ちょうどこのソリも実際春使ったものです、うん、カナダの北極圏を600キロ、1ヶ月かけて歩いたんですけども、その時に、使ったソリを作って、いただいたということなんですね。実際に行ったやつだもんね。そうですね、これ実物ですね。600キロ引っ張って裏見ると傷があったりとかね、結構削れてるんだ、はい、まあ、これランナーって言いますが、だいぶ傷がついてたりとかしますね、はい。で、まあ、私がね、上松さんにソリをお願いしたんですけども、そもそも上松さんってこういうものを作った経験ってあったんですか？小学生ぐらいの時に段ボールでソリ作ったことはありますけど、さすがにちょっと段ボールでね、北極はなかなか行けないんですけども、まあ、ロケットとかでこういうなんか FRP で、うん、樹脂はね使ったことあったんだけども、はい、そのこういう片側がガボッと開いてるっていうのは作ったことなくて、筒はね作りやすいんですよ。あ、結構難しいなと思って、はい、確か僕最初にですね、荻田さんに軽さが必要ならカーボンがいいんじゃないのって言ったら、いきなりカーボンを否定されましたもんね。そうですね、我々カーボンはダメなんです。なぜかというと、カーボンって軽量で強いっていうイメージがあるじゃないですか。ロケットとかにも、ね、よく使ってますし、うん、カーボンって、低温になると割れるように砕けるんですね、うん、で特にこうピンポイントの衝撃が加わった時に、うん、知らんかったんですよね、はい、そうすると、ね、こういうソリに例えば100キロの荷物を積んでマイナス50度ぐらいの中で、この100キロが氷の時とかに当たると、そこがパリッと割れるんですね、うん、カーボンダメなんです、ね、そこが振り出しに戻るっていうかね。そうなんです。なのでじゃあどういう、一番初めにソリ作りを進めた時に、それこそ上松さんも経験ないんです、 FRP の、で私も FRP の知識ないんです。どういう素材を作れば、うん、で作ればいいかとか、まあ、そうですね、形にしろ、でもう一から試行錯誤からゼロスタートだもんね。始めました。で一番最初に行ったのがこの工業試験場っていう、うん、これ札幌ですよね。そうですね、これね、すごくね、いい測定器いっぱいあるんですよ。ですごい安く実験サポートしてくれるんですよね。僕らも今までいろんな実験で、ね、この試験場さんには随分お世話になっていて、そのご縁でね、今回のこのソリ作る時の材質のね試験もここにねお願いをしに行ったら、快くね引き受けてくれました。はい、いくつか候補の、素材を持ち込んだんですね。いわゆるこれ FRP っていう素材作られてます、まあ、プラスチックなんですけども、元はまあ本当布みたいな繊維系の素材なんですね。それを樹脂で固めて、こういうふうに硬くなる。でその樹脂であったりとか、その繊維系の素材は何が、どういう素材が適してるんだろうっていうことを、うん、まあ、ここに工業試験場に持ち込んで、なんかこう機械でギューッと押して、どのくらいの何ニュートンで割れたとか、ね、そうそうそう、あと機械の中をマイナス50度に冷やして、でその中で同じような、またぐーっと力をかけてっていう機械がここにあるんですよね。この機械が、ね、珍しいんです、貴重品なんですよ。マイナス50度まで冷やせるんです。試験装置はどこでもあるんだけど、この低温にできるっていうのはなかなくてね、いやさすが北海道っていう感じ。そうです、ね、素晴らしかったですね。でまずここに持って行って、いろんな素材を試して、一応カーボンも持ってたんです。そうすると ね、カーボンはやっぱダメなんですよ。 ある瞬間までは頑張るんですけど、うん、ある瞬間を超えた瞬間にバキッともう強度がゼロになるんですよね、うん、他の素材はカーボンよりも早く落ちるんだけども、ゼロにはならないんです、うん、これぐらいで止まるんですね。
でそっちの方が大事なんですね。カーボンは完全に粉々になってしまうので使えない、まあ、こういう実験を繰り返して、やりました、まあ、こういう耐摩耗性のテストなんかも行ったりして、でその後に、まあ、コンピューター上で、まあ、モデルを作るわけですね、うん、設計をします。でその設計の通りにまず木枠を作って、木枠を組んで発泡スチロールを組み込んでそれを削るんですね。そうするとソリのような形になるんですね、はい、でこれ何作ってるかというと、これソリ作ってるわけじゃないんです。実はねソリの型を作ってるんです。この中子を作ってるんですね。もう中子というか型の中子を作ってるんですよ、はい、たい焼きみたいなもんで、たい焼き作る前にあの型いるじゃないですか、たい焼きの型がね。まず型を作る作業ですね。でまあ私も一緒に結構作業をね、一生懸命やってましたね、はい、粉まみれになりますもんね。そうですね、自分でねこう時間作れるときはなるべく明るくやって、上手に切って一緒に作業もやったんですけども、うん、で型ができるんです。でこの型にその繊維素材を貼り付けて、うん、でそこに樹脂で固めるとこうなるんですね。でこれがこれです。でそこにいろんな付属品ですね、これ持ち手とか、うん、これカバーとか、そうですね、もう引くための金具とか、うん、そういうものをつけると、まあ、ソリが完成します、まあ、こういうプロセスを踏んでこのソリっていうのは完成してるんですね。で、まあ、そもそも植松さん、私が頼んだじゃないですか、うん、ソリ作れないです。そうですね。で結構即答で、あ、やりましょうってそうでしたねでも、まあ、私も分かってたんですけど、うん、経験なかったですよね。そうですね、うん、でなんで受けたんですかなんとなく僕と同じ方を見てるような人なんじゃないかなっていう気がしたんですよ。でね、引き受けたらきっといいことあるなと思ったんです。どんないいことかというとですね、例えば僕らみたいな、まあ、製造業もあとサービス業もそうだと思うんですけども、やっぱりより良くを求めていきたいんですよ。いいサービスをやっていきたいんです。でもしも僕たちが一生懸命頑張って工夫していいものを作っても、いやそんな余計なことしなくていいからさと、このノルウェーのと同じもの作ってくれていいんだと、で安くすればいいんだって言われたらもうおしまいなんですよ、うん、発展できなくなっちゃうんです、うん、または一緒に共同研究して、ね、作ってるはずが使ってみて壊れたぞと、どうすんだと、賠償請求だとかってクレーム言われてももうやっぱり成り立たないんですね、うん、残念ながら今の日本ではですね、この責任の追及が変な方向を行ってるせいで、みんなが責任を回避しようと思って誰も工夫ができなくなっちゃってる感じがしてですね、それがすっごい嫌だなと思ってて、でうちのマグネット今日本中で使ってもらえてるんですけども、実はそれを支えてくれてるのがお客さんで、やっぱりマグネットが壊れたと、その時に賠償だじゃなくて、どうして壊れたんだろうと、どうやったら壊れなくなるんだろうって言ってくれたお客さんと一緒に成長してきたんですね、うんうんうん、でそれがきっと荻田さんもきっとそのパターンだなと思ってですね、で引き受けてみたらうちの会社の子たちがものすごい成長してくれてですね、いやー本当これはお金で買える価値ではないなと思って、僕的には大儲けです。これ私南極のソリも作ってもらいましたし、このソリも15、6台作ってるんですよ。私1円も払ってないんです結構かかってるはずなんですよ、材料費から工業試験場で、ね、使う、実験するお金でやるとか、ね、それこそ社員さんをねだいぶ時間使ってますから、ね、使ってますね。でも私1円も払ってなくて一応やっぱり言ったわけですよ、南極終わった後に材料費ぐらいは お支払いしますんでって請求してくださいって言ったら、僕たちが作ったソリをね南極点まで持って行ってくれて、ありがとうございますって、お金は気にしないでいいですよって言ってくれて、私本当ちょっと涙出そうになったというか、もしかしたらちょっと涙出てたかもしれないですけども、まあ、その心意気というかね、なんかそれはすごく本当になんか嬉しかったですよね。いやでも自分が作ったソリがね、目の前にあったものが南極点にあるんですよ。普通なかなかそんなこと起きないですからね。それをねこうチャンスをくれたっていうことと、やっぱりそこで使えたよっていう実績ですよね。でもそれが使えたよっていうのは、例えばこのソリが無事戻ってきてるのも間違いなく荻田さんが作るのに関わってるからなんですよ。どんなことしても壊れないソリって割と簡単に作れるんですよ、うんうん、間違いなく重いんですわ。でそれを作った本人だと、あ、こここうやったら壊れるよねって分かっているから、加減して使ってくれると軽くて強いものになるんだなと思っててですね、それができたらやっぱ荻田さんが毎回毎回来てくれてね、一緒に作ってくれたかなと思って。そうですね、私もだから正直植松さんが FRP の専門家じゃないのは初めから分かってましたし分かったんですよ。で打ち合わせ行った時もさあどうしようかねって、 ですねそこから打ち合わせが始まるんですよ。そうですね、さあ何からやろうかなって、でこれが私が例えばもうこういうね FRP を成形する専門の会社って日本にはいっぱいあるわけですよ。
そういうもうすでにノウハウがあって、素材の知識も豊富なところに発注して、こういうふうに作ってくださいって言ったら、その通り寸分たがわず、希望のものが私の目の前にある日突然お届けされてくるんですよね。でもね、それじゃあなんか嫌なんですよね。それだと、自分のアイデアが、アイデアは込められてるかもしれないけど、自分の手が入ってない感じがするというか、結局、お金で買ってきたものっていうのは、誰がどのように作ってるかが見えないので、このソリは私も手を入れているので、例えば、あ、この部分はちょっと肉厚だなとか、ここは強度が足りないなとか、分かってるわけですよ。そうすると結局それが現場で安全性につながるんですよね。こういう使い方したら壊れやすいとか、ここまでだったら耐えられるとか、そういうのが全部分かるので、結果、いいものを望んで発注するんじゃなくて、一からというかもうゼロから。一緒に素材の段階から試行錯誤して作りたいなと思って、で植松さんだったらそんなね、もう市販でいいものがあるんだったらお金出して買ってくればいいじゃないのとは言わずに、同じ温度感で同じ方向を向いてどうしようかなってこう考えながら手を入れてくれるだろうなって思いがあったので、まあ、私も頼んだんですよね、植松さんに。初めて出会ったんだもんあの時ね。そうですね、もう5年前ですね。不思議な意気投合感だったんですよね、あれはね。そうですね、なんか本当に勢いだけというかね、うん、なんかそんな感じになりましたね。いやでもいい出会いでよかったです。はい、で私も次また北極点の挑戦もチャレンジしていきたいなと思って、うん、はい、まあ、2012年と2014年と2回北極点の無補給単独とこっていうのにチャレンジしてるんですけど、途中までしか行けてないんですね、うん、まあ、非常に難しいでしょうね、チャレンジなんですけども、まあ、海の上を、凍った海の上を行くんですね、うん、そうすると、まあ、去年の南極点とか今年のこの北極のこのソリとは、まあ、またちょっと違った、性能というか、ね、うん、機能が違うというか。そうでしょうね、はい。でまあ、まだ私植松さんにオフィシャルに言ってないんですけど、うん、ちょっとそのソリ作ってもらっていいですかお願いしていいですか。あのね、南極の初号機でこの北極の2号機、はい、これはあくまでも次の本番の北極乱氷帯の3号機のための試作品でしかありませんので。ああ、北極点だと、あ、こういうのもあったんですか。これね、ちょっと話が前後します。この春の北極ですね、ちょっと短い映像、こんな風に使ってますね。ちょっと前後しますけど。あ、引っ張ったり押したり大変だね。そうですね、はい、これが北極、はい、でね、北極海ってこういう場所なんですね、うん、これに、これが2014年の北極点、北極海って大きい海なんですね、うん、海の表面に氷が張っている、オホーツク海の流氷と同じです。流氷の上行くのと物は同じ。そうすると目の前でこういうふうに氷が積み上がったりとか、うん、割れて水になってたりするので、うん、割れ目は私ドライスーツっていうの着て泳いで割れ目を渡ったりとか、うん、割れ目北極海だもんね。北極海で深い、結構深いもんな、あそこで2500メートルぐらい水深、足つかない、足つかないですね、足つかない、一人でプカプカこうドライスーツってね、スーツ着ながら浮くんで、まあ、一人ですよ、完全に一人だもんね、一人きりなんですけど、あのね、浮きながらね、あ、この下2000メートルぐらいこう水だなとかね、考えるとね、本当ぼっとしてくるんですけど、そういう時によく、え、じゃあ荷物どうするんですかって、うん、自分は泳ぎますと、うん、でこれはこのソリはちょっと難しいんですけど、水にも浮くように、うん、荷物を積んだまま水に浮いてボートみたいに、ね、ソリが、いや、水陸両用のソリに作る必要があって、うん、そうですね、で実はそのノルウェー製の私が前に使ってるソリってのはものすごい優秀なソリなんですよ。それはね、きれいに水に浮くんですね。それも、なんだろう、じゃあそれ使えばいいじゃんって話なんですよ、言っちゃえば。でもね、すごい優秀すぎて、買ってきてそれを使うのがなんかね、釈然としないんですよね。変な人だな。言ってる意味分かります、ね、優秀すぎて、ただ買ってきて、あ、使い心地いいなって使うのがね、なんか気持ち悪いんですよね、うん、いや、分かるけど分かんないけど分かるどうしたらいいかなと思って、なんかアイディアってあります、うん、なんか、いや、やっぱり水に浮かすっていうのもありますし、ね、水に浮かさなきゃいけないら乱氷対応で突破しなきゃいけないからね、はい、氷がこう4メーターぐらいも盛り上がってるっていう話だからね。そうですね、今このソリ2台ありますよね、うん、北極海だとソリを大体2台使うんです、1人で、
南極の場合はソリ1台だったんです。なぜかというと南極は平らなんです。大陸なんです。まあ基本真っ平らなんで、1個のソリに100キロ、大体100キロぐらいの荷物になるんですけど、100キロ積んでも平らなので、問題ないんですね。ずっと行けるんです。ただこういう壁のような本当にこの天井ぐらいの高さになったりすることもあるんです。氷の壁がこんなところ100キロの荷物一人で越せないでしょ、うん、無理なんですよ。そうすると100キロを2つに分散して、うん、まあ、50キロ50キロなのか60キロ40キロにして1個ずつ運ばないと1人じゃ到底無理なんですね。でこれが例えばチーム複数2人以上になると1人100キロの荷物でも1個のソリを一緒に運んでくれる人がいるので1人100キロでいいんですよ、うん、でこれね2つになると2度手間じゃなくて3度手間になるんです。あ、わかります？2つのソリを1人で運ぶと、ソリ2個ですよ、うん、1個運ぶ、自分が戻る、もう1個運ぶって、うん、行って戻っていくっていう、同じところをね、3回通る必要があるんですね。なるほど、なるほど。だからね、どっちが効率的なのか、そうですね、とはいえ、1個だと重すぎるし、うん、まあ、それ自体も軽くしなきゃないけども、限度もあるからね、空に浮かすとか、浮かしいんですかね、浮かせられますかね、違う動力使ってよければ、動力使うとね、また、ね、燃料もいるし、そうだよね、実費になるのかっていうね、いろんな問題も出てきて。北極の端っこからダーンって行っちゃうって言われるんですけども、そうですね、それあるってことにならないもんね、気球にならないですね、なかなか自力にならないもんね。どうしたらいいのかなってね、実はまだ全然もうかなり悩んでる状態なんですね。僕はね、荻田さんを北極点に行かせたいんです。そろそろ時間です。本当だ、気がついたらもうあと10秒しかありませんですね、はい、これ以上喋ると鈴木さんに怒られちゃいますので、続きはちょっと打ち合わせは楽屋で楽屋で、はい、します、はい、そうね、今日はありがとうございました。ありがとうございました。